はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが小塚くんです。イズイですよ。イズイか、ごめん、惜しいな。惜しくはないわ。かる、なんで惜しいか。え、小塚、ズだけでしょ。そうか、小塚ひらがなでイズイで覚えてたんだけど、はい、そう、イが寝転んじゃって、それこそ。ああ。あれ、甲子園始まった。甲子園のサイレンになったんだけど。始まるやつじゃないの。あ、違う。そう、それで。なるほどな。小塚になっちゃった。うわぁ。いや、悔しいだろうね。悔しいな、うん、まあ、持って帰りな、土。いや、見たことない、持って帰りが。ちょ、よだれ出ちゃうって、面白すぎたら。あ、ごめんごめん、イズイね。ちょ、下の名前とかで、の方が覚えやすいかもしんない。教えてもらっていい？僕、下の名前ゴンタ。お前、ゴンタっていうの？ゴンタですよ。一緒に先生作っていこう。お願いします。はい、ということで、今回、イズイと一緒にやっていくんですけど、はい、今回はですね、まあもう、久しぶりです。なんでしょう。生態ヤフオクに出品します。おお。はい。あ、そういうの。そう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 。やってらっしゃる。結構ね、いつからだろう。まあ、不定期でたまにやらせてもらってて、はい、だからまあこれ、できれば昼動画であげたいんだけど、はい、だから今回は、はい、だからそのうちで飼育、ブリードしないやつ、繁殖しないやつっていうのを、はい、とね、いつ、まあ、何回か不定期でヤフオクで出させてもらってて、うん、出品してて、あ、うん、そう、基本的にはランバージャックとか、はいはい、月夜の木の公園とか、うん、株桑屋っていう、はい、北九州にある、うん、だから、北九州の方と群馬の方と東京って感じで、うん、そこに出させてもらってて、そう、ありがたいことにね、はい、だからある程度各地にはいるっていう状態、プラス月夜野さんは通販もやってるんで、そう、幼虫、基本幼虫メインなんだけど、はい、今のところまだ成虫は出してないんだけど、まあ、幼虫を、まあ、全国各地に届けてくださって、そう、ありがたい。そう、だからランバージャックとか歌舞伎屋には行けないよっていう、遠いからっていう方もいたんで、なるほど、月夜野さんですごい助かってて、ああ、ありがたいです、ね、そうで喜んでくださって DM とかもいただいて、おお、そう、基本返信はしてないんですけど、うん、あ、嬉しい、嬉しい言葉ばかりそういただいて、おお、そうで、まあそういう中でごくまれにちょっと時間に余裕があるときはヤフオクで出させてもらおうっていうのを、今年のどんぐらいかな、ゴールデンウィークとか、まあ本当4月が、あ、でも、うん、本当今年、そう、今年からやり始めて、うん、たまにやらせてもらってるんだけど、はい、まあ、夏休み期間、はいはい、どうしてもなかなか出せなくて、結局メンバーシップの方でしか出せなくて、うん、そう、なんで、久しぶりに今回出させてもらうという形になるんで、なるほど、うん、そう、だからそれの生態をちょっと紹介していこうかなみたいな感じ、はいはいはい、そう、になるんですけど、はい、まあ、この動画が上がった後に、だから多分一気にバッと出すかな、おそらくこの動画が投稿された後に、うん、後そのヤフオクで、ヤフオクで出すんで、はい、ぜひ入札してみてほしいなと、そう、気になった生態がいたら、そうですね、そうですね、まあ、値段とかはまだ決めてないんで、はい、1円スタートになるか、ある程度の金額からスタートかわかんないですけど、それは決めれるんですか。そう、決めれる、ヤフオク、そう、ヤフオクはね、決めれるからね。そうなんだ。ヤフオクの案件じゃないから、あんまりね、ヤフオクのシステムは言いたくないんだけど、やっぱソフトバンク系列だから、ヤフーはね、やっぱソフトバンク系列だけど、ただすごく便利。ああ、うん、そっかそっか。そう、飼育してるとどうしても増えたりするから、その自分の手に負えないレベルのやっぱ繁殖力だったりもするから、そうなった時に、こうヤフオクでこう必要としてる方のところに行くっていう。うん、でこっちもそのお金もらえて、それでまあ用品とか買い足せるみたいな、はい、っていう環境システムとしてすごいありがたい場所。ウィンウィンですね。ウィンウィン。困ったもんでね、ソフトバンク系列なのにね、もうめちゃくちゃ使わせてもらってるんで、うん、いや、まあまあまあ、でもね、システムは素晴らしいから、そう、システムがすごいんでそう、だからそのヤフオクに、出させてもらうっていう感じなんで、ちょっと早速紹介していきましょうか。はい、はい、じゃあここにちょっとフィールド出します。はい、フィールドこちら、はい、はい、こちらですね、ここに、これがフィールド、基本のフィールドね。やっぱヤフオクはちょっとね、写真だけになっちゃうから、はいはいはい、はい、うん、だからまあちょっと映像で見れた方がいいかなっていうので、あ、だからこれでね、うん、そう、今回今まではちょっとそのまだ決まってないみたいな感じだったんですけど、はい、もう今回出品するやつ決まってるんで、おお、うん、なんで見せていきます。はい、お願いします。1種類ずつ、まあ写真ももしかしたら出てるかもしれないけど、いきましょう。まず1匹目、まあ、1種類目って言った方がいい、
メスから出そうかな、せっかくならね。ああ、はい。ベリーファーストでね。いや、まあ、そういうつもりではなかったけど。あ、そうですか。わかるかなってことですか？そう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 。ああ。ちょっとまだ色がしっかり出てるわけじゃないんだけど、今のもちょっとヒントになるかもしれない。はい、こちら。お、あ、はい。あ、でもこれ、僕わかるかも。あ、わかる？多分ですけどね。これなんだと思う、イズイ。これはあれじゃないですか、黄金鬼系の人。おー、素晴らしい。ですよね。黄金鬼。あ、のメスなんですか？のメス。へぇ。ちょっとね、ここ穴ができちゃってるんだけど、ディンプルっていうやつ。ちょっとくぼみみたいな。あー、こっちの方だった。いやいや、そんなまあまあまあ、これはね、開いてるけど、確かにこれももともと発送用の発泡スチロールだったから、一応通気用にね。そう、これがメス。はい。まあ、黄金鬼、素晴らしい。おお。ということで、これがババ黄金鬼ですね。ババ黄金鬼、はい、のメスと、まあ、オス。あ、おお、はい、すごいオス。そう、やっぱね、これ9月掘り出しで、だからまあ、基本的に羽化してその1ヶ月以内だから、多分8月8月下旬から9月って感じ。はいはい。そうだからね、やっぱどうしてもね、一時ちょっと乾燥するように、まあ、色が出た方がいいから、はい、こう出品する場合、写真とかでしか見れない場合は。確かに綺麗だな。そうだから、羽化したばっかとかはね、どうしても黒っぽいから、水分で。やっぱ基本的に標本の色味だから、金色は。はいはい。やっぱゼリーをしっかり食べてる状態っていうのは黒いし、湿度保たれてる時は黒いから、基本的に、はいはい、黒いっていうか、まあ、なんだろうな、くすんだ金色みたいな。まあ、できるだけ色出た方がいいかなっていうので出したんですけど、やっぱちょっと難しいですね。うん、そのまだ活動開始してないんで、余計。そうだから、多分ヤフ、これババオゴには多分今回ラストかな。あ、ヤフオクで、うん、出品するのは。うわ、じゃあ欲しい方いたらね、うん、いや、そう、なんとかね届いてほしい。はい。そう、やっぱ難しい、色虫系は出品が。そうなんだ。うん、そう、これが一応2匹とも9月に掘り出したやつ、はい、で、はい、オスは66ミリですね。 66.2 ミリ、1ミリかの子。一応番号で振り分けるんで、はい、これが一応ナンバー57の子、ナンバー57になります。そのヤフオクで使うナンバー。そうそうそう。ってことですか。今まで合計何点出品したみたいな感じかな。ああ、なるほど。だからもう57点目。うわー。そう、ちょっとね、順番がね、ぐちゃぐちゃだからあれだけど、結構やってるんですね。じゃあ、そう、結構一気にバッて出させてもらったりするから。そう、この子ね、はい、この子が1種類目。はい。さあ、そして実はババがもう1種類います。もう1匹ババが、さっきの子と、まあ、そのサイズ的にはほぼほぼ変わんない。はい、こちら。はい。ああ、オスの。オス、これも 66.5 とか。おお。そう、もうこれも9月ですね。はいはいはい。9月に羽化してきてる感じで、こっちがメス。はい。こんな感じね。そう、まあ元気な。だからこれ多分ね、2ヶ月3ヶ月後ぐらいから、そのペアリング、その交尾できるような活動開始するぐらいの感じです。どっちも、さっきのやつも。そう、だからそれまでに河原菌糸用意しといて、産卵セット。そしたら2ヶ月ぐらい、まあ1ヶ月半ぐらい置いてた方がいいから、河原菌糸で、ちょうど活動開始して同居させた後に、その産卵セットに突っ込めば、はい、基本産んでくれるんで。うーん。そう、まあぜひ過去動画ももし購入検討していただける方いたら見てください。かっこいいでしょ。いや、かっこいいですね。やっぱババ、うん、黄金鬼がこの顎を。そう、顎。あ、いや、開いてる。かっこいいよね。いや、メスもあれですよね、うん、かっこいいですね。そう、メスもね、かっこいい。やっぱ色がね、ある分、うん、たくましいしね、意外とでかいから、はい、そう、かっこいいね。ババ、黄金も鬼も男の子大好きじゃん、確かに、ワードとして。そう、ババだけだよね。いや、そう、関西で言ったらこっちだから。あ、そうなんですか。そう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 。へえ。そう、なんでババなんですか。いや、いや、勘弁してよ。いやいや、そんな追い詰めたような聞いてないですけど。でも、わかんないね。給料いくらとか、うん、言ってないんですよ。いやいや、給料は言えるよ、全然。言えんのかよ。うん、教えようか。月給と年収どっちがいい。じゃあ月給で。月給か。まあまあ、そしたら年収もね、
まあね、イメージつくからね、はい、あんま言いたくないんだけど、はい、まあでもこれもサービスよ、伊豆院だけ、はあ、P 入れた方がいいかもしれない。ああ、そうです。5億はい、まあだから、まあ、ババなんでかわかんないけど、でも結構名前を見つけた人の名前がついてたりとかあるから、もしかしたらそういうのもあるかもねっていう感じかな。ババちゃんが見つけた感じ。そう、ババちゃん。そう、なんでそんな親しみあんのかわかんないけど。だからわかんない。ちょっともし知ってる方いたらコメントお願いします。ああ、ぜひお願いします。まあこの2匹ですね、黄金には。そう、なんでちょっとよかったら検討してみてください。ペアで売られるってことですか？そう、ペアと、ペアの場合はペアって書いてる。ああ。うん。あの、画像に、書いてるんで。あ、はい。うん、だからそこは、ヤフオクの画像と概要みたいな、詳細説明みたいなのをちょっと見てもらえたら助かります。なるほどなるほど。さあ、そして、まあ、黄金鬼系からいくか。これ、オスのみなんですよ。黄金鬼の中でも一番珍しいとされてる。はい。はい。フルストルファ黄金鬼。おぉ。のオス。オス。これが 41.1mm かな。はい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 。さっきよりは全然ちっちゃいですね。そう、これは小型の黄金鬼で、小型なの。そう、これ大きくても50ちょっとじゃないかな、多分。そうなの。うん。で、これはもう、まあ希少性が高い黄金鬼みたいな。日本に流通してくる数が他の黄金鬼に比べて極めて少ない。じゃあレア。そう、レアなやつで、でオスにすごい偏っちゃって。はい。そう、なんで今回ちょっとオス、だからメスだけいる方とか、ね、よかったら。ちょっとつないでほしいなっていうので、そういうこともできるんだ。そう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 。なるほどな。そう、だからこれはボルネオのクロッカ山脈の方ですね。クロッカ山脈。ニサンチアって一応、はい、サバ州まで一緒なんだけど、はいはい、そっからクロッカ山脈っていうのと、はいはい、結構一般的なのがトゥルースマリーっていうところ、この2種類があって、クロッカ山脈の方です。なんかオス、これが6月かな、6月羽化。まあ、そこら辺はヤフオクに書いてるんで、はい、なんかもうちょっとで活動開始する子かな、はい、っていうのが3匹いるんで、おお、ちょっと順に見せましょう。次が 41.3。 そう、これもこれはこれもこれは7月かな。だからこの子も多分もうすぐかな、開始、活動開始かな、はいはいはい。まあ、大体3ヶ月4ヶ月ぐらいで餌食べ始めるんで、はい、はい、おお、そう、もうサイズ感も一緒ぐらい。そう、もう元気なね、はい、子で目が可愛いな。そう、目が可愛いよね。クワガタカブトムシやっぱ目が可愛いよね。つぶらな目の感じがする。目してますもんね。はあ、そう、この子とあともう一匹も今出しちゃうか。はい、あと一匹がちょっと羽化不全の子で。ああ、羽化不全。そう、若干羽が開いてる子、はい、で温度的には18度の場所で今ずっと管理してる感じ。はい、これまたちょっと雰囲気変わるかも。じゃあどんな子が。はい、はい、1センチちっちゃい。あー、ほんとだ、でもちっちゃいな。そう、かわいいサイズ感、はい、ちょっとだけ羽が開いてる。あー、若干ですね。そう、若干。でもめちゃくちゃ疲れてる時にバスの中で寝てる人とかの目の感じ。若干開いてる。ああいう人たち。そういうことか、うん。そう、まあ、この子も元気で、この子もまだ活動してない。だから同じ時期ぐらいですよ、7月、うんうん、6月下旬からまあ7月ぐらいかなっていう。だから基本も掘り出した時のタイミングを書いてるんで、はい、そう、ぜひちょっとメスがいる方はちょっとよかったら検討してみてください。はい、お願いします。ちょっとね、もうどんどん行かないと。あ、まだあるんですか。いけないぐらいたくさんいるんですけど、はい、次、次はもう馴染みのある子かな。馴染みのある子、メス出そうかな。メス、メスから。はい、あ、でもまだ伊豆井はあんまないかも。はい、こちら。はい、あ、あ、でもツヤがある。おお、そうね。え、なんだろうなこれ。そう、結構メスのイメージの中で言ったら多分たくましい方だと思う。え、あ、じゃあでもツヤで、うん、あれじゃないですかね、レギウスオーツヤクワ。ああ。ああ、でも確かにね、ツヤが強いから。はい、あ、でも違う。あ、違うんだ、うん、なんだろう。でもそういう特徴の見方はいいかもね。ツヤか、これオス見たらわかるかも、もしかしたら。オス、あ、まだ馴染みある方だとは思う。はい、うわ、なんか、で、あ、あれだ。おう、ミヤマ。おお、すごい、ミヤマ、国産ミヤマです。あ、
国産ミヤマ、初めて見た。あ、初めて見た。僕初めて見ました。あ、そうなんだ。そう、すごい。まあ、ミヤマもね、やっぱ日本の中で言ったらね、はい、そのノコギリとかそういう種類に比べたらやっぱレアだから。あ、これレアなんですね、ミヤマって。そう、やっぱちょっと標高高い場所だから。へぇ、地域によっては普通に見れたりするけど。おぉ、まあ、特徴的ですもんね、この頭の。そう、頭がね、やっぱ特徴的だから。こんな色してんの。そう、もうこの金色の尾毛にね、覆われてて、やっぱめっちゃかっこいいね。かっこいいですね。あ、お、メス、違うな、なんか。そう、全然黒っぽい感じで。まあでも日本にこの感じのメスはやっぱミヤマしかいないから。あ、そうなんですね、うん、そう、この顎がちょっと太くて、この光沢感あって、まあ後ろとかね、後ろはね、こういう感じで毛がちょっと伝わりづらいかもしれないけど、若干尾毛がね、こう覆われてるから。そう、オスは全体的に尾毛に覆われてて、メスは裏側が尾毛に覆われてる感じ。これが宮崎のミヤマクワガタ。あ、宮崎なんですか。そう。おお。カブクワヤ、さっき言ったカブクワヤの、はいはいはい、森重さんが送ってくださって、はい、去年捕まえてきて、はい、それをブリードした結果、ようやく羽化してきた子たち。すげえ。これだから、まあ宮崎の南西部かな、地域のあたりでいうと。だから僕のいとこの出身地ですね。あー、でも分からんけど。そう、ミヤマと僕のいとこがいる場所です。いやいや、ピンとこないですよ。このミヤマ、これが一応66ミリか。66ミリ。そう、まあ一般的なサイズ感がワンペアと、はい、もうワンペア、こっちはちょっと小ぶり。はい。あ、本当だ。そう、これまだ休眠中で、これも9月掘り出しだから9月羽化ぐらい。そう、の子で、これ62ミリとかかな。ああ、まだメスも綺麗で。そうで、まあ、休眠中なんでちょっと不節とかも変な感じになってるけど、これもだから半年後とかに繁殖可能みたいな感じ、はい、あ、そうなんですね。そう、だからもう来年の春以降。そう、だからちょっと休眠させて、だから今はまだ活動してないんで、でもう絶頂の指揮者ね。いや、すごいなこれ。ミヤマにありがちなフォルムこれ。あ、そうなの。そう、なんかミヤマ、なんかね、俺のイメージかもしれないけど、印象的にやっぱ絶頂の指揮者になっちゃう。こういう形になるの。そう、ほら、こいつも。ほんとだ。かわいいな。そう、こっちの方が小ぶりな子ですね。はいはい、あ、でも、うん、いい、面白いわ。ミヤマはやっぱたまんないね。多分もっと70ミリ超えてきたら迫力えぐいから。ああ、これよりもっとでかいやつ、うん、ちょっとね、もっと、はい、もっと大きい子を出したいなって俺も思ってる。去年初めて俺飼育して。あ、そうなんですね。そう、最近ようやく羽化してきたんで、はいはい、多分いずれそういう動画も上がってくるんで楽しみにしてます。はい。さあ、そして、はい、これとか、あ、でもイズイは見たことないやつ多いかもね、もしかしたら。まあ、まだ全然ありますからね、そういうの。そうだよね。こいつはもうだいぶ新品ですね、言ったら。うわ、うわ、ちっちゃっ。これオスのみなんだけど。あ、これ男の子ですか。これ男。でもちっちゃいやつはなんか魔人で見たことあるんですよ。え、マジ。ソーラニセネブ。おお、すごっ。そんなん知ってるのすごすぎるけど。いやいやいや、そう、そう、に、いや、これそれじゃないけど、もう一匹びっくりした。ソーラニセネブと知ってるのびっくりした。あ、でももう一匹忘れちゃいました、ね、え、なんだろう。あ、でもね、こいつはモズノコギリ。あ、いた？混じりましたわ、それ。混じった。混じった。ニセネブトと？そう、出てきた回があったんですよ。すごいな。そう、これ。まあ、ちょっと雲のような感じの。はいはいはい。足が長くて。あ、本当は。そう、不思議な動き。足が長い分、ちょっと駒送りに見えるというか、動きが。あ、ほぼほぼ止まってるから、あれだけど。これが、2021年の1月に羽化してきた子だから。で、できるだけこうメス探してたんですけど、すごいオスに偏っちゃって。そう、なんでちょっとオス用品ということで出させてもらいます。はい。そう、でまだ休眠中だけど、多分もうそろそろ活動するんじゃないかな。まあ一応今結構寒いとこ13度ぐらいの場所で置いてるから。結構寒いな。そう、この子ともう一匹オスがいて、はい。そう、メスがね一匹しか羽化してこなくて。うわ、マジですか、貴重。6オス1メスかな。うわー、すごっ。そう、だからちょっととりあえず2匹だけノズノコオスを。はい。こっちはね、6月かな。そう、だからまだまだ休眠するから結構長いね。普通に22度の場所置いてても
5、6ヶ月経っても全然活動開始しなかったりするから。へえ。ただ幼虫期間めっちゃ早い、短い。そうなんですか。うん、産卵なトータル4ヶ月ぐらいで羽化してくるかな。早っ。めちゃくちゃ早い。すごいな。ただその分休眠が長いから、その餌を食べないでじっとしてる期間みたいな。そんな不思議。はあ。そうだからサイクルが早いわけではないかな。そのこんな不思議な。いやすごいな。デジモンのさ、はい、僕らのウォーゲームのラスボスこんな感じだったよね。気持ち悪い白いやつ。手足長かったですね。そう、あいつなんだったっけ名前。なんだっけな、タイトルにもなってましたもんね、2で。そうだったっけ。そう、ディアボロモン。ディアボロモン。あいつやばい。あれはすごいな、ね、俺あいつ好きだったからさ。あ、好きだったんか。そう、かっこいい、かっこよくない。いや気持ち悪くてかっこいいみたいな。さっき気持ち悪いしか言ったな。そう、まあ、ごめんごめん。嫌いなんかと思って。いや、もう大好き。大好きなのか。さあ、で、今のが2匹、オスのみ、はい、そして、次、これがヤフオクでは初めてですね。はい、こちら。ん、またちっちゃいの。ちょっと小型のね。あ、でもなんか背中の光沢感が特徴のある。おお。この子がオス。これはペアで。この子はペア。うん。なんだろう。お、見たことないかも。あ、見たことない。顎も、ね、ちゃんとはっきりしてる。そう、これがね、ヒマラヤコクワガタっていうやつで。ヒマラヤコクワガタ。そう、チベットの方にいるやつ。そう、このね、光沢感がすごい綺麗で。はい。はい。そう、この背中の金属光沢感がすごい綺麗で、もうずっと大好きなコクワガタ。コクワガタ初めてだもん、うん、あ、マジ？コクワガタ、ね、あ、意外と。あ、でもコクワガタはやっぱね、ちょっと動画にしづらいのはあるね。その、まあ、その、もうほんと YouTube の事情の話になるけど、はい、やっぱサムネ映えしづらいっていうのはある。そういうことか。すごい魅力的だから、多分クワガタカブトムシ飼育してる人とかは、はい、やっぱもう大好きな人多いんだけど。じゃあまあうじゃうじゃいるはいるんですね。まあ言い方あれだけど。そう、うじゃうじゃいる。でも本当になるほど。コクワガタすごい好きだから。撮影の時は大きいのが目立っちゃいますけど。そうね。はいはい。そうだから、なんかね、なんそのタイミング交えてこういう子たちもたまに出したりするんだけど。いいですね。そう、このヒマラヤコクワガタもすごい人気の子で、はい、そう、ワンペアのみ。これはワンペアの、うん、で、これもまだ休眠中なんで、みんな休眠中ですね、一応。はいはい、準備しといてみたいな感じですかね。そうね、競った人は。うん、で、ヒマラヤコクワガタとかも一応産卵セット組んだりはしてるんで、そういう、はい、まあコクワガタと一緒、国産のなんで、まあちょっとあの動画もよかったら見てください。ぜひお願いします。気になった方はぜひお願いします。はい。さあ、そしてね、あと結構いるな。ちょっと昼動画の尺じゃなくなっちゃうかもしれないけど。まあでも大丈夫、見てくれるんじゃないですか。あ、よかったよかった。やっぱ気になりますしね。よかったわ。イズイ頼むわ、あとは。あ、はい、大丈夫です。じゃあもうちょっとふざけていい。いや、はい。やっぱちょっと真面目の前にしたらちょっと気まずくなるな。いやいやいや、いいっすよ、大丈夫です。どうしようかな。いやいや、ふざけてんじゃねえか。むっちゃ揺れてるんや。ちょっとこれフル尺で頼む。いやいや、そのうわー、そん時の僕によります、ね。いやいや、そん時の僕によってはフル尺なんかい。で、出てますんで。これね、メス。あ、メス。これ分かるかな。いや、分かんないか、さすがに。これってツヤあります。これツヤあるね、光沢感はあるね。じゃああれだ、うん、レギウスを。いや、レギウス好きだな。もうレギウスの武器しかないじゃん、もう。いや、もうでもトイキングでいう跳ねるみたいな。そう、光沢感はあるけどね、やっぱね。レギウスじゃないんだ。そう、レギウスとかの光沢感とはまたちょっと違うかな。やっぱレギウスの光沢感はちょっともう桁違うから。これ以上、これ以上で、厚みもあるから、本当なんか、オニキスみたいな、オニキスだっけ、ブラックダイヤみたいなさ、あ、感じのやつ。あんな感じの光沢感だから。でもなんだろう。いや、でもこれは分かんない、正直。俺もこれパッと出されて、何って聞かれても、その、あ、分かるけど、分かるけど言わないよ、みたいな感じのスタンスになるかもしれない。なんだそれ。いや、もう分かんないけど、一か八か、一か八か。ぐらい。でも全然分かんないですね。そう、これね、ちょっとね、危ないんで、メスはこんな感じ。まあ結構でかいね。はい、そうですね。40、どれぐらいかな。まあ基本フリーサイズなんで、メスは。で、次がオス。オス、オス見たら見たことあるんじゃないかな、いずいも。確かオスが出てくるんだ。はい。おお、でかっ。急にだ、急にだからね。めっちゃでかくした。めっちゃでかく見える。めっちゃいいリアクションするな。2匹を重ねて出したんかと思った。そんな。ええでも、もしかして、うん、いける、マンディブラリス。うわ、すごいな、イズイ。あ、マジっすか、当たったんすか。当たってる。おお、引くぐらい当た、正解率いいわ。でもマンディブラリスの亜種かもしんないですけど、うん、
赤いやつを、ね、魔人魔人したから、うん、魔人でやったね。そう、それとまた別のスマトラ島の方のマンディブラリス、あ、言ってたわ、なんかそう赤と黒がいてみたいな感じ。まあ赤になりやすいのがボルネオの方のやつで、でこっちの方がまあ大型になりやすい。だからこれ結構小型の方、これで、そう、これが 89mm。 おおおおお、そう、闘争心がいかついから、これまだ餌食べてないからね、休眠中にこんな、え、すごっ、あれ、そう、やっぱかっこいい。有楽者の、うん、あ、そう、有楽者の店長が好きなのもマンディブラリス、はいはいはい、そう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 、これすごいな、かっこいいよね、やっぱ子供の頃に憧れた種類。ああ、そう、これやっぱ 110mm とかになるから、いや、すごっ、そう、一応世界最大の二股クワガタ、ええー、そう、こいつがね、やっぱかっこいい。だからこれより3センチ大きくなん、まあ2センチか、2センチ以上大きくなるから、はい、それとかまたもう全然違う、105ミリとかなったらえぐい。そうじゃなくてもさっきびっくりしたもんな。確かにめっちゃ恐れおののいてたもんな、完全にこれ以上は近づけねえな。ちょっとアップするか、こっちへ。いや、すごい。カメラの技術でね、はい、そう、この子も、まあ、ようやくオスが羽化してきて、はいはいはい、まあでもオスもメスも、オスが9月掘り出しで、メスは8月掘り出しって感じかな、はい、もしかしたら他の子になるかもしれないけど、だからまあメスちょっとオスの方がだからもうちょっと休眠するから、だいたい3ヶ月ぐらいかな、その餌活動するまで、イメージは3、4ヶ月。だからメスだけちょっと温度低い場所で管理してた方がいいかもしれない。はい、うん、はい、これが1ペアですね。マンディブラリスは1ペア、まあ、マンディブラリスは1ペア、はい。さあ、そしてここからね、またちょっとまた戻ってコクワガタですね。はいはい、こちら、はい、出ました。あ、これがオス。あ、さっきよりなんかでかい。そう、これね、一応世界最大のコクワガタの亜種、ドンキエルハンプイってやつ。なあ、お、聞いたことある。ありますね。あるんだ。魔人ですね。魔人すごいな。あ、メスのですか。そう、これがメス。おお、ちょっとね、小ぶりな子が多くて、はい、世界最大のコクワガタってなんか、そう、いいよね。あ、まだ休眠中で足がおぼつかないんですけど、いいよね、これ大型のコクワガタとか世界最大のコクワガタって言えるから動画にはしやすい、この子に関しては。YouTube 的なこと、そう、 YouTube 的な部分で言うと。名前もいいですね、ドンキエルハンプイ。そうそうそう。なんかそう、これが亜種で、はい、原名がドンキエールっていうやつなんだけど、そのハンプイがその亜種の名前みたいな。そうそうそう、そう、黒いドンキエールで、はいはい、原名は赤。そう、そっちも綺麗ででっかい。さっきマンディブラシの逆みたいな。あ、でもそうね、色を。あ、でもマンディブラシも原名が、ちょっと俺も曖昧なんだけど、原名が多分そのボルネオの方かな。あー、確か。そうなんです。違ったら申し訳ない。そう、で、こいつは小ぶり、50ちょっとかな、50ミリぐらいか、この子は。50ミリでコクワガタ、うん、そう、実際7センチ超えるから。ええー。そう、これちょっとマット飼育でちょっとちっちゃくなっちゃったね。もうちょっと、うん、マット交換とかしっかりやるか、まあ瓦禁止瓶でやれば、まあ60中盤から後半には全然なってくれるんで、で全然70とかも超えてくれるんで。そう、これも休眠期間半年ぐらいあるかな。まあ中には3ヶ月ぐらいでこう活動する子もいるんだけど、そう、ここら辺まあ7月から8月かな、3ペアいるんですけど、はい、7月8月5日ぐらいです。3ペアもいるんだ。そう、3ペアいます。だからまあちょっとささっと見せていきましょうか。はい、次がだからドンキエールの55ミリ。55ミリ、しっかり詳細のサイズとか羽化時期とかちょっとヤフオクで載せるんで、ぜひ確認してみてください。あ、はい、あ、そう、元気だと。そう、元気。あ、ひっくり返っちゃった。そう、まだね、休眠中で足もおぼつかないし、ちょっと驚いてるけど、まあ、これもオスとメス、はい、これも55だから、まあ、小ぶり、小ぶりで、まだもうちょっと休眠するかなって感じ。はい、このペアですね。はい、と、もうワンペア、はい、こっちが、53mm。 53mm。 そう、だから全員ちっちゃい、だからサイズで言うと S サイズみたいな感じかな。うん、あは、と、メス、はいはい、はい、おとなしいね。そうですね。
はい、こんな感じで、まあ元気、まあ3ペアいるんで、うん、で、まあちっちゃいし、まあなんだろうな、その大きい子よりかは多分値段が上がっていくとかはないと思うんで、タイミング的にもすごい人気な種類なんで、ぜひ、はい、飼育もそんなに、まあ動画上げてるんですけど、まあこの子も河原菌死便で産卵かな、だから最初、言ったババとかみたいな感じの産卵セットで産んでくれるん で、はい、で幼虫期間もそんなに長くない、8ヶ月ぐらい、はい、だから河原菌死便 2,3 本でやってあげたらある程度大きい子も出るんで、あ、うん、ぜひぜひチャレンジしてみてください、はい、お願いします。さあそしてラストです。あ、次がもうラスト、はい、そう、あっという間でしたが、あっという間だ、これはね、出してくださいってずっと言われてて、あ、その視聴者の声というか、そう、まあどの子もそうなんだけど、うん、その中でもタイミングがなんかヤフオクをやるタイミングっていうのがまずなかったっていうので、はい、出せなかった子が多いんだけど、この子はもうやっぱオスにすごい今偏ってて、あ、そう、メスがちょっと、まあ、まだ幼虫はいるんだけど、ちょっとうちも抱えとかないとちょっと類代できるか分かんない子みたいな子になるんで、これがメス、はい、あ、これで分かる人もいるかもしんない、うわ、あれあいつみたいな、分かる方はすごいな、なんか赤いのかな、あ、でも赤い、そう、赤みが特徴の、ちょっとワインレッドみたいな感じで、ね、そうですね、かっこいい色だもん、そう、高級感のある雰囲気のメスと、そしてこれがオス、はい、はい、わあ、ちょっと頑張ってくれ、よしよし、はい、やっぱオスもちょっと赤みがかった、そうですね、そう、コクワガタですね、一応、うん、わかる、いや、これも見たことない、もしかしたら、いや、ないかもしれないですね、これもう分かってる方、この僕のチャンネルすごい見てくださってる方は多分分かると思うんですけど、もうでも分かってたらすごいねっていう感じのやつ、ウォードコクワガタ、モード、ウォード、ウォード、そう、ウォで、あ、ウォード、ウォード、おー、ウォード、あ、初めて聞きましたね、ウォードコクワガタ、まあでもあんまり動画に出てないかな、そう、この子もまあ高級クワガタみたいな感じ、へー、そう、だから結構値段は張るんだけど、まあでもやっぱね、コクワ好きからしたら一回はやってみたいし、見てみたいって思うような種類、これあれなんですか、うん、なんか難しかったり、あ、でもあんまりまだ流通してなくて、あ、そうなんですか、うん、そう、だからそんなに、なんだろう、飼育記事みたいなのが出てないから、だけど、まあ俺も一周しかしてないから正直まだ曖昧だけど、まあ低温管理は必要なのかな、やっぱ18度ぐらいの場所で、僕の場合は産卵剤を真ん中に入れて、はい、マット片詰めで、土を片詰めでやったら、結構木の中よりか そのマットに産んでくれてたから、木の周りとかに、だから多分ある程度は産んでくれたから、20ぐらいは取れたから、はいはい、まだ分かんないけど、普通にその多分気に入ってくれればある程度産んでくれるのかなみたいな、はい、幼虫期間は結構意外と長い、1年ぐらいかかった、あ、結構、うん、このサイズ感で、はあ、だから幼虫も20度ぐらいの場所で管理してたんですけど、結構かかったそう、でもサイズ感はでもこんな感じかな、もうちょっと大きくなるだろうけど、うん、小型、まあまあいわゆるコクワガタのサイズ感かな、そう、でもね結構厚みもあって、いいっすね、そう、高級感あってね、かっこいい、かわいい感じのクワガタ、そうですね、そう、ウォードメンバーシップにウォードコクワガタ大好きな人がいるから、あ、そうなんだ、そう、まあその人はね今ブリードしてるんではいはい、そうそうそう、まあそこにね全神経注いでるだろうけど、そう、だからウォードコクワガタも、まあ、気になった方と、はい、まあ余裕ある方はぜひお願いいたします、はい、お願いします、はい、で、ちょっとラストって言ったんだけど一応幼虫がいて、ちょっと今回ちょっともう僕貧血大サービス、うんうん、大出血サービス、いやいやいや、びっくりした、出血したらやっぱ貧血になるだろうから、体調悪いのかと思って、いや全然体調悪くなったことは一回もないから、いやいやいや全然ない、腰痛なって、いやいや、まあまああれ体調じゃないから、あれは体調、あー、そう、違う違う、あれはカウントしない、あんなのカウントしない、あといろんなその病名言われてすごい怖かったからコメント欄あ、見た動画のコメント欄、そう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 左足が痛むっていうの言ってたから、はいはいはい、ってことは、ね、何々症じゃないですかとか、怖い、ぎっくり腰じゃなくてみたいな、多分なんかぎっくり腰系の種類いろいろあるんだろうね、あ、なるほどね、そう、でももう知らないワードばっかだからさめっちゃ怖いじゃんそれ怖いです、なんか邪王演説国流派みたいな感じの、そんな感じのがずらーってあったから
ちょっと怖かった。いやそう。でも今のところ無事で、はい、今無事らしいです。はい。で幼虫、幼虫がもう一種類だけ。はい。これ、まあ、ちょっとねあれだけど、もうブケファルスオオズクワガタじゃないやつ。ごめんなさい。はい。なんだよ。なんだよ。いやじゃないですよ。失礼な言い方しちゃったなこれ。アウストラリスオオズクワガタ。はい。はい。ブケワルスオオズクワガタとアウストラリスオオズクワガタっていうのが一応オオズの中でいてのアウストラリスの方の幼虫だからね、ちょっとね幼虫を確認するっていうのもできないんだけど、結構やっぱここに一応見えるけどね、結構幼虫がすごい弱くてマット交換しちゃうと星になったりとか、そういう話もあるし、結構なんだろうな、漢字で言ったツヤクワガタっていうのがいるんだけど、ブルーマイスターツヤクワガタとか、なんかそういう系がいるんだけど、そっち系とやっぱ似てるかな。そうだからまあちょっと、まあまだ流通数も多くないし、はい、まあ珍種みたいな感じだから、うーん、うん、で産むときはめっちゃ産んでくれる。で産まない、スイッチが入るまでは全然産まないから、その交尾してたとしても、はい、なんかそこの難しさはあるかな。うーん、そうで卵でやっぱ取り出したり、ちっちゃい卵が孵化したてとかで取り出しちゃうとやっぱちょっと星になりやすいイメージだから、産卵セットも結構がっつり放置してても方がいいかもしれない、羽化してきたらっていう。ここが4頭セット、はい、あセット、うん、でまあ4頭いればオスメス分かれてくれるかなっていうのと、まあ星になる可能性もあるんで、まあ、4頭って感じで、これが4セット出させていただきます。これが4つって感じで、まあまあ、久しぶりに僕もたくさん取れたんで今回で、一応これ20度弱ぐらいの場所で、はい、一応僕は管理してるんですけど、一応幼虫は野外品からの子で33ミリと24ミリのオスメスを掛け合わせた子の幼虫か、野外品のメス20ミリの子単体で産んでくれたやつ。おこのだから2ラインっていうんだけど、1ライン2ライン、はい、だから親が違うやつ、親が違うやつ、うん、これはランダムで4頭って感じになるから、ランダムです。で、まあ、幼虫の側面から見えてるやつを4頭って感じになるんで、はいはい、うん、まあそのあんまり掘り返すのも良くないからっていう感じで以上ですね。はい、はい、結構ですね。あ結構いました。20弱ぐらいかな。そう久しぶりに、まあ2ヶ月ぐらい出せてなかったから、はい、ちょっと張り切っちゃいました。はい、待たせてすみません。そうちょっとね、だからこの中に欲してた子がいなかったとかいう方は、はい、まあ、いずれもしかしたら出すかもしれないんで、うん、だから無理して買うことだけは避けてもらって、あ、はい、うん、そうですね、欲しい子がいたら検討してもらえたらと思います。どうでした、伊豆井？いや僕もね、うん、あのヤフオクとかやったことないんですけど、うん、その、まあ、今日出品される生態たち、うん、その全然見たことないやつばっかでね。あ確かにね、伊豆井だとね楽しめましたし、逆に意外と知ってて俺がびっくりしたけどね。いやいやいや、その動画で見たことあると。いやすごいわ、吸収力が。いやよかった、すごい楽しかったです。あでもよかった、普通に伊豆井はね、一番楽しんでくれてるから、クワガタカブトムシを見るっていうのを。いやいやいや、そうです。まあ、他の人たちはね、たくさんもう見すぎたっていうのもあるかもしれないけど。あ、まあ、歴が違いますからね、うん、みんなさんは。そう、でも、やっぱね、びっくりしたのは、やっぱ伊豆井が虫舎でガチャガチャ回したこと。いやいやいや、そう、プライベートで。視聴者の方からコメントで知ったけど。いや、それ僕も見ましたよ。バレてたんだと思って。うん、また行くかもしれない、うん、また、うん、その時は俺も行くわ。あ、分かりました、うん、はい、なんでまあちょっとね、伊豆井にもたくさんいろんな種類見せれていい機会にもなったし、楽しかったです、はい、で、この子たち概要欄に一応ヤフオクの、はい、ID と、URL は載せてあるんで、はい、ぜひそこから飛んでみて、いただけたら嬉しいですね。確認してみてください。確認してみてください。で、他にもいろいろ概要見てほしいことたくさんあるんで、はい、そちらも含めぜひチェックお願いします。はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上になるんですけども、18時45分からもまた動画上がりますんで、はい、そちらもぜひ、チェックお願いします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。